紅の豚のこれを見てても、やっぱり翼の形がすごい綺麗やなっていうのがあって、ね、この豚の飛行艇って実は微妙に逆テーパーなんですよ。外側の方が膨らんでる。そう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 。で、その逆テーパーが分かるシーンがちょこちょこあるんですけど。そうなんですよ。やっぱりね、さすがファインモールドさんなんですよね。やっぱプラモデルとして難しいんですよね、作るのが。うんうん、やっぱこう服用機とかね、うん、やっぱこう角度決めるのがすごい難しいんで、やっぱり素人が作るにはやっぱりマニア向けにならざるを得ないんだけど、服用機は本当難しいです、ね、難しいです。実物よりもはるかにかっこよくなる。脳内でなんかこう理想化される、あのこの昔の彼女すごい良かったなみたいな。あの宮崎駿の飛行機に対するフェティシズムってなんかあるんですか？いやもうやっぱりなんかこう、うん、こういう飛行機がセクシーみたいのを、うん、